A 組の変人担当青山優が、彼は内通者であり、もともと無個性だったネビルレーザーというビームを出す個性はアフォさんからもらった。この設定が1年前に明かされたわけですが、ちょっと腑に落ちない点があります。それはなぜ青山くんは下痢をするのか。もちろんオマージュではありますが、個性因子は無個性の肉体に馴染むという設定があります。強すぎる個性ワン・フォー・オールは無個性だったオールマイトとデクだったから余すことなくワン・フォー・オールを使えた設定があります。さらにデクはたった1年で個性が肉体に馴染んできています。その一方で青山軍は10年以上ネビルレーザーと向き合ってますが、ずっと肉体に合わないようです。そこで考えうるのが、青山くん無個性ではなく個性持ちだった説。よくデク個性持ってた説は言われたりしますが、それの青山くんバージョンです。青山くんはどんな個性を持っていそうなのか、雲を手で掴むような考察ですが、皆さんと一緒に考えていきます。皆さんはブレイブという名前をご存知でしょうか。このヒーローの名は歴史に残るヒーローとして作中で明かされました。オールマイト、クリムゾンライオット、そしてブレイブ、このメンツはそれぞれ A 組に対応すると思っております。オールマイトはデク、クリムゾンライオットは桐島くん。ではブレイブは誰なのか。それが青山くんの可能性があると思ってて、ブレイブの個性から青山くんの本当の個性を予想できるかもという算段です。しかし僕小三治的に、このブレイブは青山くんだけじゃなくて爆豪さの可能性もあると思っている、そんな話もあります。それはブレイブというヒーローはワン・フォー・オール2代目継承者リーダーのことではないか、そんな予想が巷ではよく予想されてます。確かにネームドで歴史に名を刻めそうなキャラは2代目ぐらいでもあるので納得なのと、クリムゾン・ライオットが爆豪さんのような自信を持つとか、デクのような恐れ知らずだとかが男ではない、後悔しない生き方が男気だとしていたので、デク・爆豪・霧島の三角関係からブレイブが2代目で表裏一体が描かれがちな爆豪さんが対応している可能性もあるわけです。ですがブレイブを考える上で大事になってくるのはミスターブレイブという存在です。このヒーローはインター編に登場したヒーローで、自分の毛をむしり取ってその毛で戦うヒーローです。彼は AGA の恐怖と戦いながら毛をむしり続けています。そんなミスターブレイブはなぜミスターとつけているのか、ここに気がついた方はいらっしゃいますでしょうか。それは伝説のヒーローブレイブと差別化するためだと考えられます。つまりブレイブは女性だったんじゃないか、そんな予想はでき、ブレイブは2代目ではない可能性もあるわけです。そう考えた時、 A 組の中で恐怖と戦っているキャラといえばアシドさんと青山くんです。しかしアシドさんはミンナイ先生を中心にキャラ形成が組まれているため、青山くんがブレイブと対応していると考えたくなるわけです。青山くんの両親は青山くんに個性がないことを憂いてアフォさんに近づきました。そして青山くんは最強個性ネビルレーザーをもらい、肉体と個性が合わず苦しみましたが、両親はお金持ちだったので腰に巻く下痢対策のサポートアイテムを用意してくれたわけです。なので自分も誰かのために何かしたいと思ってたわけですが、アフォさんが命令してくる日々が始まったわけです。そして両親が殺されないようにアフォさんの命令に従い、先生の目を盗み行動したり、時にはヴィラン連合を欺いたり、異常なメンタルのもと一人で行動してました。その後梅干しは逮捕され、青山くんはデクと友達になり元気になります。しかしアフォさんは脱獄し、内通者として命令が飛んできてメンタル崩壊、捕獲。青山くんは爆破されない代わりに恐怖の種を植え付けられてました。両親が死ぬという恐怖、そして青山くんは16歳の青山くんは死んでもいいとまで口にしましたが、相沢先生が全て拭ってくれました。そして今があり、恐怖ではなく勇気を持ってアフォさんに立ち向かい、ヴィランと対峙しているわけです。その勇気というワードが伝説のヒーローブレイブにつながります。また後ほどブレイブは見ていきます。ヒロアカの考察で欠かせない作品はいくつかございます。その一つはハリーポッターシリーズ。このハリーポッターに登場するネビルロングボトムは青山くんの考察で欠かせない存在です。このネビルとは作中の序盤では自信のない劣等生でかつネタキャラとして描かれましたが、物語の中盤から終盤にかけてその原点は主人公のハリーと表裏一体でかつもう一人の予言の子だと明かされ、超重要人物となりました。そして最終決戦でハリーに
継ぐ英雄として称えられた人物、それがネビル。このネビルと青山くんはキャラ形成の仕方に強い共通点がありますし、ラスボスと両親の関係で異常な因縁があるところも非常に似ています。そしてなんといってもネビルといえば開幕宣言であり、最後の戦いでハリーに代わる希望になろうと、戦いは終わってないと宣言。ボルネモードに単身立ち向かい、ハリーと共に第二次魔法戦争を終わらせました。一方の青山くんもデクと共に、だから今日ここでお前を倒すと宣言し、第二次決戦を始めました。ネタキャラから開幕宣言を任されるという激アツキャラ、個人的にかなり好きです。そして何よりも面白いのは、青山くんの個性、ネビルレーザーのネビルのレーザーだったりします。さらに面白いのは、ネビルは基本的に劣等生であまり魔法が得意ではありません。そんな彼の唯一の得意科目は薬草学。では、青山くんの真の個性は草系の個性なのか？違うんです。初めてのボス戦。そのヴィランの個性が草の個性になっている、そんな対比関係もあります。彼の個性を考えるならやはり名前でしょうか。ヒロアカのキャラは往々にして個性と関係のある名前になっています。足のミナ、アシッド、サン、アスイツユ、カエルなどです。まだ緑谷と青山で対比の関係がかなり初期から組まれていたのと、ユーガという名前は個性ネビルレーザーと全く関係がありませんでした。そのため無個性だったよねと言えるわけですが、このユーガという名前が本当の個性として関係してくる可能性もあります。例えばユーガに心に余裕を持たせ、精神を研ぎ澄ますことで身体能力が向上できる個性、勇敢とかいかがでしょうか。リ・デストロの個性、ストレスの逆みたいな個性です。彼は今までの人生で優雅な時は一時としてなかったわけです。個人的に個性勇敢は気に入ってて、ブレイブとの対比っていうのもありますし、彼のネビルレーザーの欠点は下痢なんですよね。この下痢は腸の不調が原因によって起こる生理現象なので、シンプルな身体強化が青山くんの覚醒につながると考えております。どんな個性を青山くんが持っていたとしても、彼のテーマは勇気を持ってきらめき、みんなの希望の光になることです。それは仮面試験にてネビルレーザーを上に放って A 組を集合させた時のようなことです。きらめきを止められないということ、希望の光になるということ、その上でネビルレーザーという個性は非常に欠かせない個性です。そう考えた時、ネビルレーザーの覚醒は必須です。そんなビームといえば堀越先生的に、なんといってもスターウォーズでしょう。詳細は割愛しますが、ヒロアカはスターウォーズで構成されております。そしてビームといえばスターウォーズのライトセーバー。青山くんは個性訓練からサポートアイテムを使い、いろんな場所から個性を出せるようになっております。そうなってくると期待したいのはライトセーバーです。現状のヴィラン国枝は地面から植物を生やす個性っぽく、青山くんのレーザードカンと相性がかなり悪いです。そこで効率よく持続的にライトセーバー的に植物を切り刻みながら戦えるのがベストなわけで、ここに個性勇敢みたいな身体強化系の個性が入ると、青山くんも戦いやすい可能性があります。その一方で彼はネビルセーバーというダサすぎる技を習得しており、こことの兼ね合いを堀越先生がどのように調整するのか非常に注目したいところでもあります。そんな青山くんの活躍は何ヶ月後、何年後なのでしょうか。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。See you next 動画。バイバイ。